んは、まっくん。お元気ですか？アウディズコレクションミュージアムの中村です。今回もですね、沢田研さんチュリーのアルバムを紹介したいと思うんですけれども、恐れていたことがついに起こってしまいました。どこに行っちゃったんだろうって感じなんですよ。あのね、いつもしまってるところにあるはずなんだけどない、探したんだけどないということでね、皆さんにご紹介できないんじゃないかと思って心配だったんですけども、まあ今の世の中ね、便利なもので、ネットというものがあったり、まあいろんなところに、こうね調べると出てくるんですよ。そうするとね、あ、この店にあるみたいなね、ということで中古屋さんで行って買ってまいりました。こちらです。グリーンボーイチーズ型。これね、丸いでしょ、チーズでしょ、だからほらね、転がっちゃうんですよだからね、どっかに行っちゃうのしかもチーズでしょ、見た目丸々だからね、本当にね、古くなったチーズじゃないかと思って間違って、家の人に捨てられちゃったんじゃないかなと思ったりして気を取り直して、このグリーンボーイ、中開けて見ていきたいと思います。開けるとこういう感じで、歌詞カードが貼って、中身こうですね、こういう、こういう CD が入ってまして、こういうブックレットとか歌詞カードですね、円形の。そして、全部で10曲、やっぱり今回も全曲白井亮明さんがアレンジされてて、バンドもやっぱりギターとベースとドラムの3人編成ですね。ライブに準じて、ライブでできるようにというか、そういう曲になってますね。では、第1曲目、タイトルソング「グリーンボーイ」。こっからね、頭3曲、アトムパワー、スノーブラインドの3曲が、作詞が沢田研二さん。そしてね、あ、もうずっと行っちゃおうかな。でね、最後の9曲目、メノポーズ、そして君の笑顔が最高。このね、2曲も沢田研二さん。だから全部で5曲が沢田研二さんの作詞です。今回はね、全部作詞。作曲はね、1曲もない。全部、他の方が、でもそれでもね、いつも通りのメンバーというか、もちろん白井亮明さんやったり、下山純さんやったり、ですね、そういう、要するにやってます。で、他の、5曲もですね、1曲は各我が子さんが4曲目の永遠系というのを書いてるんですけども、なんと次の、4曲笑う動物、二人の橋、Go Ready Go、リアリズム、この4曲が、ドラムのグレイスさん、彼女が作詞してます、という全部で10曲、ということなんですけどもね、これね、自分はね、そうだな、3曲目のね、ジュリーが、ね、作詞したね、スノーブラインド、これはね、個人的なね、甘えにもったいすぎるっていうかね、バラードなんですけどもね、聴いててね、ちょっと眠くなっちゃうっていう曲なんですけども、でもいい曲なんですよ。でライブでも結構歌ってましたけど、それでそういう曲もあるんですけどもね、次のね、永遠系、いきなり歌から始まるっていうね、しかもリバーブが効いてないんで、すごくリアルに聞こえるんですね。そういうね、ミックスがされている曲になってます。そういう感じで、次のね、笑う動物、これね、沢さんの久しぶりのハハハっていうのは、笑い声というか、歌の中でやつありますよね。6番目のユースとか、
あんな感じの、とこがまた出てくるというかね、そういうのは、まあ、さださんらしいなっていう曲ですね。そしてね、まあ、二人の橋がリーの、そして Go Ready Go、 これグレースさんが作詞なんですけどもね、これ本当にいい詩だと思うんですよね。一大決意して覚悟を決めてダイブってね、人の荷物を背負い込む前に自分の責任を取るのが筋だろう、自分の足で生きて歩いてクタクタになってなお人生は続くから、恐れの中に飛び込む勇気だけが、難関突破できる、生きるためならダイブ、いい詩ですよね。これ本当に沢田さん自身も本当に気に入ってるんじゃないかと思うんですけど、本当にね、ちょうどですね、このライブで歌う時のパフォーマンスする時はこう、ジュリーは TOKIO でパラシュートやってじゃないですか。だからね、そういうのもこのね、歌詞の中でね、TOKIO の高度 2000m から覚悟を決めてダイブとかっていうとこから始まるんですけど、そういうちゃんとオマージュしてね、ジュリーのことをオマージュした歌詞になってて、でジュリーもそれちゃんとやって、ステージではねダイブする格好とかね、して、ノリノリのいい曲になってました。これね、作曲はね白井亮明さんなんですね、そしてメノポーズですね、これ沢田研さんなんですけど、このメノポーズってね、何かっていうと更年期障害とかそういうやつですね。それについての歌なんですけどね、最近元気じゃない、怒りっぽいんじゃない、汗っぽい感じ違うかなってな、そういう感じ、ビタミン満たしてベストを尽くそうっていう、そういうなんかね、元気づけるようなね、時間をかけようって、ね、きっと乗り越えるよみたいな、そういうね、そういう、なんだろう、励ましの歌っていうかね、そんな感じ、そしてね、一番最後、君の笑顔が最高、これもねすごくいい曲なんですよ、ジュリーが作詞で作曲家白井亮明さん、ね、という、またまたね素晴らしい曲が何曲も入っている、シーズ型グリーンボーイ、なくさないようにしてくださいね皆さんも、これね本当にねコロコロ転がってなくなっちゃうんだだから、保管には気をつけましょうということで、今回はこのグリーンボーイ、今回は自分もなくさないように大事にしていきたいと思います、ということでまた、次の作品も紹介します。またね、いつもありがとう。